皆さんこんにちは。本日は人はなぜ天才に惹かれるのか、書籍天才創造のパトグラフィーを読んでというテーマでお話をしてみたいと思っております。今回シェアしたい本は天才創造のパトグラフィーという書籍です。これは福島明さんが書かれまして、講談社現代新書から出ております。非常に古い本ですね。1984年が初版ということになっております。福島明さんというのは日本の医学者であり精神科医医学博士ということになっております。パトグラフィーと冒頭に出ますが、漢字で日本語で書きますと病跡学ですね。病の後の学問ということになります。病跡学という言葉なんですけど、まあこれはどういうものかと言いますと、歴史的に傑出した人物の生涯を、まあ、精神医学とか心理学的な視点から研究分析して、その病気の意義などを調べた学問ということになっております。福島明さんという方はですね、大久保清事件とかね、新宿西口バス放火事件とか、女子高生コンクリート詰め殺人事件というような有名な事件の裁判、そこで精神鑑定を行った人でも知られております。日本の病跡学の第一人者としても知られ、日本病跡学会名誉会長も務めておるという感じになっております。この福島明さんはですね、まあ、宮沢賢治とかアインシュタインとか空海とかゲーテとかね、まあ、そういう人をこの書籍で取り上げておりますね。凡人には近づきがたい魅力とある種恐れをも感じさせるこういう天才、まあ、そういう人たちのですね、創造の秘密、生まれた環境とか背景とか、そういうことまで含めた考察を進めた、まあ、ある種の人物伝的な書籍ですね。まあ、そういった天才の精神分析の本ということになっております。今回はこの書籍をもとに以下の4つのポイントを中心にお話を展開していきたいと思っております。 1. 天才にはなぜ霊的なものというイメージがあるのか。 2. 自分たちも天才の一部を持ち合わせているのではないか。 3. 多くの天才が処刑され、投獄され、無視され、打ちのめされた理由は。 4. 早熟の天才の方が苦労人の天才よりもデモニッシュとなっております。本題に入る前に、私はこの人はみんな孤独な旅人の他にもう一つの YouTube チャンネルをやっております。米屋漫画と言いまして、本業のイラストの描写を中心にギターの弾き語りなどを加えたコンテンツを配信しております。そちらの方はさらにクリエイティブ色が強い内容となっております。あと Twitter では女性や猫のデッサンを頻繁にアップしております。ともに説明欄にリンクがございますので、ご興味がありましたらよろしくお願いします。連絡コメントは Facebook メッセージ経由でと思っております。よろしくお願いいたします。1. 天才にはなぜ霊的なものというイメージがあるのか。天才には霊的なイメージというものがついて回る宿命がある。そもそも論として予言、まあこれはつまりあのご神託の方の予言ですね。予言とは古代ギリシャの時代の人々にとって神様であるアポロが選んだ人、その人についてその人の口を伝わって語られるものというような考えがあったということですね。つまり選ばれたごく一部の人が天からのね、大切なお言葉、ご神託を言うことができる、南の州につなげることができるというようなものであるという考え方であったということですね。そして、素晴らしい死の場合は死の神ムーサが詩人に霊感を吹き込むということによって初めて生み出されるものであるというふうに考えられていたということなんですね。つまり人間というのは一種の媒体に過ぎずね、神様がその媒体を通じて一般の人間に対してメッセージを送るということになっているということなわけですね。ルネサンスの時代になると今度はね、芸術家というのは土星ですね、つまりサタンですね、その星の下に生まれた特別な存在であり、だからこそ天才的な能力を発揮できるとされていたということなんですね。そして20世紀に今度はなって現代に近づいてまいりますと、
20世紀最大の精神科医のエルンスト・クレッチマーという人は、天才とはデーモニッシュなものであるということを強調したということなんですね。同時にですね、同じ時代に活躍した卓越したドイツの病跡学者ランゲ・アイビバムは、狂気や異常性格そのものが天才の条件であるとしたということなんですね。つまるところ日常性、常識、理性、バランス、そういうものをね、超越した何かが天才にはついて回るという考え方であるということなんですね。正常じゃないというかね、振り切れたとか吹っ切れたとか、そういうような存在ですね。それが天才イコール霊的なものというふうな考えを持たれることの理由の一つなんじゃないかなというふうに述べておるわけです。2、自分たちも天才の一部を持ち合わせているのではないか。一般的に人々は天才というものを憧れ、尊敬し、時にはね、それと知らずに無意識的に彼らと自己同一視をしようとしますね。要するに天才の真似をしたりね、影響を受けたり、強くね、憧れたりするという感じになるわけですね。これをですね、天才というのは自分が近いもの、親しいものとする見方ですね。確かに天才たちについて興味がない人と比べると多くの情報を集めね、興味があるわけですから、次第に情報を集め、その人の人物伝を読んだり作品を見たり、噂を聞いたりとかね、そういうものですね、映像にしても写真にしても音にしても、いろんなものをね、あらゆるものを集める、そしてできれば生で見たいというような欲望に駆られるという感じになって、さらにね、詳しくなっていき、親しみを増していくというような状態になってくると思います。先ほどクレッチマーが天才の中にはデーモニッシュがあるということを言ったとか、ランゲ・アイビ・バウムも天才の中に狂気や異常性があると言っているということを告げましたが、この狂気というものがある意味ね、大衆をビビらせるところもあるけど引きつけるところもあるということでね、ある意味その印象度とかインパクトという意味で名声を高めるには非常にプラスに働くというような感じだと言います。天才もしくは大衆が抱く天才像というものは、大衆自身が思っている自分自身の自己像、つまり自分とは天才とは全く違うというふうにね、おおよそかけ離れているということになります。一般大衆というのはね、基本的には自分を正常でまともで平凡な人間だと思っている、ある意味ね、そこが知れている存在であるというふうにも思っているわけだけど、天才というのはそうではない、だからこそ非常に強く憧れるということになるわけですね。しかし普通の人間でも天才ではなくてもね、こういう異常なものとかデモニッシュなものっていうのは持っているんじゃないかなというふうに思ったりしているわけですね。正気に対する狂気、意識に対する無意識、情熱性に対する肉体性といったような、両極にあるものですね。相反するものというのは誰でもあるんだけど、それは何にも天才的の人々、天才といった人々のね、専売特許ではなくね、普通の人だって持っているんじゃないかなという部分があるわけですね。そうなると自分も狂気めいたものっていうのは公にはしないけど持っていると、なら自分もある種天才性があるか、天才の一部を持っているんじゃないかなというね、ある種の期待めいたものを抱いているということになります。もちろん普段はっきりそれを意識しているわけではないんですが、心の底にそういうものを常に持っているのが人間ということになるということなんですね。天才というのはその両極端の中の両極の中の闇の部分、隠された部分を完全とね、立ち向かって生きていた人々ということになりますね。誰も正常者と言われたり異常者とは言われたくないけど、でもね、その異常者とかそういうようなリスクをとっても生きていきたいと言われた人々が多いということですね。そうなるとね、基本的にはもう社会不適合者、つまり狂人、狂った人とかね、仲間外れとか犯罪者とか、そういうような状態になりやすいんですが、
しかし彼らには独特の力があって、人々に感動を与えたり驚きを与えたり喜びを与えたりというようなね、素晴らしい価値観を他者に与えると、まあ、いわゆる才能とかね、創造性というふうに言われますが、そういうものを与えることによって闇の世界と美しい世界の両方を持っている存在だということになるというわけなんですね。一般の人から見たら自分の中にあって、でも存在はするけど自分が生きていない、意識していない世界を、天才というものはこういう世界もあるんだぞというような感じで作品を通して感じさせてくれるというわけになるわけですね。ですから多くの人々は天才に強く惹かれると、憧れるということだということなんですね。3、多くの天才が処刑され、投獄され、無視され、打ちのめされた理由は、しかしこの天才への憧れというものはなかなか単純ではない、一筋縄ではいかないところがありますね。なぜならば一面的に見ることができないからです。親しみを持つということはね、それが一転すると疎外感につながるということがありますね。理想とか尊敬というのは時に侮蔑とか軽蔑とかにもつながりやすい。尊敬や畏敬というのは時にして嫉妬とか羨望、あるいは攻撃心につながりやすいということになります。歴史を見れば多くの天才が処刑され、投獄され、無視され、打ちのめされてきました。我々、平凡な人間が天才に対して抱く感情というものは、親しみとか尊敬とか同一視が基本だというふうに思われていますが、それだけではないんですね。天才という人たちと俺たちと同じ人間だと、どこが違うんだという気持ちもどこかで持ち合わせている。ですから天才がある種憎悪の対象とかね、羨望の対象というような感じであっちこっち行ったり来てしまうということもね、あるわけですね。自分らと全く違う存在に対する距離感とか、ある種の冷めた無関心を装ったりとかね、そんなようなことにもつながったりするということなわけですね。まあ少年少女の頃には誰もが天才というものにね、痛く傾倒するわけですね。自分の理想の人、こうなりたい、ああなりたいみたいなモデルを用意して、そこから学んだり模倣したりをするという感じになりますね。しかしね、だんだん大人になりにつれて次第にそういうものに無関心になっていくという傾向があります。まあもっとそういう憧れの人というよりはね、本当にもう現実的な自分の周囲の世界の人々、そういう人たちとこう付き合う、生活していくということに一生懸命になるから、伝説上の天才とかね、まあそういう人たちとのお付き合いというものはだんだん縁遠くなってくるというのが普通という感じになりますね。しかしね、いつまでたってもそういう天才というものに憧れている人も結構いますね。何歳になっても中二病みたいな言葉がありますが、何歳になっても天才好きと言われるような人は結構いたりします。そういう人はどういう人かと言いますと、やはりね、ある意味天才は天才を知るとはよく言われるものなんですけど、また天才的な優れた能力を持った人ほどですね、やはりその天才の持つ素晴らしさとか価値というのがよくわかるわけですね。それゆえに普通の人よりもさらにね、深く親しみ、そこから豊かなね、知恵とか憧れとかアイデアとかを引き出すものというような感じになるのではないでしょうか。ただ現代社会というのは、人間社会と管理社会、これがどんどんね、タイトに厳しくなっている時代ということになりますね。ですからこの天才というですね、狂気と正気の併存を持っている人物というものはなかなかですね、受け入れられにくい、なかなか生活していきにくい時代だとも言えると思うわけですね。人々はもともとね、大地から生まれて、自然の中で生活していたわけなんですけど、そこからですね、離れて肉体を軽んじてですね、人間というか脳の方がどんどん発達してきて、神とかね、宇宙とかそういう超越的なものをあまりこう意識しないようになって、ちっちゃいね、常識とか約束、制度といったような小市民的な小さな枠の中に知らず知らずのうちに身を縮こめて生活するようになっているという感じですね。ですから我々のね、生命というものはどんどん
狭まり、視界も狭まり、平板になり限定されてきていると。そしてそれが行き着いたところが、神経症とかね、心身症とかうつというような、過剰適応ということになるわけですね。ではだからといってこういうね、エネルギー、生命的なものを生のままでむき出しにしてしまうとどうなるかというと、やはりね、逸脱した人間になりやすいということですね。犯罪とか暴力とかね、精神障害、ある種の病とかもそうですし、トラブル、喧嘩などもそうかもしれませんね。こういったような時代だからこそね、我々はある種、この正気と狂気のバランス取りなかなか取りにくい、どっちにぶれてもなんかめんどくせえなみたいなことがあるような時代ですので、天才のこの豊かなね生き様、それを創作物とかによって表現されている、こういうような世界にね、心を惹かれるのではないかなというふうに言っているわけですね。我々が失いかけたもの、すでに失ってしまっているものを人間の本来の現像、オリジナリティですね、として天才が示している、そういうところにね、天才というものに激しく惹かれる、そういう人が多いんじゃないかなということを述べておられます。 4. 早熟の天才の方が苦労人の天才よりもデモニッシュ。天才の中には早熟の振動型の天才のいれば、晩熟の苦労人型の天才もいますね。振動ということで言えばね、音楽の世界で言うと代表はモーツァルトですね。4歳でメヌエットとソナタを書き始めて、35歳で名作魔笛を書いて、35歳で亡くなったわけなんで、世を去るまでが約30年ですね。その後ですね、一方有名な作曲家の中でブルックナーという人がいますね。この人は正反対の遅咲きタイプの作曲家ということになりますね。教員とかね、農夫とか畑仕事とかね、オルガン奏者とか、そういうようなさまざまな仕事についておりまして、31歳でようやくね、オルガンの奏者として生計を立てるようになり、41歳で、作曲をようやく始めて72歳で没したということですね。共にですね、本格的な作曲活動という意味で言えると30年間ということになりますね。散々苦労して、世の中のね辛酸をなめて、信仰心に熱くてね、きっちりとしっかりと地道に生きてきて苦労を知り尽くしたブルックナー、これが作曲した音楽と、天から降り注ぐようなね、流麗な壮麗なモンツァルトの音楽というのは、どっちが価値があるかというようなことを言えるものではないですね。どちらも素晴らしく比較することはできませんね。しかしね、やっぱり一般的に言えば、こう振動タイプの天才の方が人気は高いですね。なぜならば人々というのは、先ほども申したようにね、異様なもの、特別なもの、傑出したもの、ずば抜けたもの、そういうものを求めているからですね。相反する言葉ではありませんけど、天才と苦労人というのはね、ある意味ちょっとこう違う意味、逆説的な意味もなくはないですね。やっぱり努力せずに軽々とやってのけるのが天才であると。もちろんね、本当は天才なんかみんな努力は猛烈にはしているんでしょうけどね、でも努力では絶対得られない天性のものというのが非常に大きくて、だからこそ天才であるみたいなニュアンスが強いんで、苦労人の天才っていうのはね、今一つこう人気が出ないというのもわからなくはありません、というようなね、ことを福島さんは述べられております。ちょっとね、余談的になりますけど、知能指数についても触られておりますね。天才と知能指数というものの関係性というようなことを言っております。天才と言われる人々は基本的にはね、知能が高い人がやっぱり比率的には多いと。しかし知能指数がそんなに高くない天才も実はたくさんいるよと述べておりますね。IQ というのは基本的に子供ですね、成人してない人たちに対して使う、調べることが多いわけなんですけど、IQ140 を上回った人たちですね、そういう子供たちを集めて、そういう人たちのことを天才児とよく言われたりしますね。ギフテッドなどと言われておるという感じになりますが、長年のですね、追跡評価、研究調査によりますと、こういうような天才児、ギフテッド
テッドたちをですねずっと調べているとその人たちの業績という面で見ますと本当にこう天才であるというような名に値する人というのは結局膨大な人たちを調べてもほとんど出てきていなかったことが分かっているということなんですね。つまり IQ は知能指数とはあまり関係がないというか、まあ、天才にとって高い知能というのは必要条件ではあるが十分条件ではないというようなことを述べられておるという感じになりました。ということで、今回はですね、人はなぜ天才に惹かれるのか書籍天才創造のパトグラフィーを読んでということでお話をさせていただきました。